秀よ、クロノス四天王。紅の弥勒、ただいまここに。青き刹那、ここに。悪因のなせず。黒きサタン、我がクロノス四天王、天界様の命によりここに見参。四天王、ここに揃いました。御用でございますか。乾き、あのざまは何じゃ。はっ、帝国歌劇団なる謎の組織が邪魔立てをいたしまして。言い訳は無用じゃ。申し訳ありません、天海様。だがあいつらは結構やります。黙れ坂、我らは常に無敵。帝都の固い結界を破る法術を我編み出したり、これ六波星高魔神なり。この法術を完成させ、帝都を完全に破壊いたす。その第一の標的は芝公園じゃ。わしも出よう。わしの戦いを見たいで。おう、サタン。はい。死に損ないの老いぼれね。大帝国劇場ってここでおますよな。ああ、うちの蒸気バイクお釈迦になってもうた。名前、ビッコーランと言います。帝劇花屋敷支部から本日付で銀座本部に転属になりました。今度こちらにご厄介になります。よろしゅう。おいで。あんたはほな、うちらの上官やね。ただいま花屋敷支部より銀座本部に転属してまいりました、ビッコーランです。米田中将閣下へお取り次ぎください。親切やね尾上少尉は。大丈夫や、こんなこともあろうかと修理工具はいつでも持ってるさかい。ちょいのちょいで片付けときますわ。あんたも工部のパイロットやろ。男のくせに乗れるやなんて、あんた相当優秀やでほんま。ところで少尉はん、もうクロノス界の連中とは戦うたんやろ。どんな感じやった？へえ、正直な少尉はんやな。なかなか言えるこっちゃないでそれ。まうちが来たからにはもう安心やで。大船に乗ったきりいてや。ところでクロノス界ってな、何でも徳川の残党で政府転覆が目的らしいで。ご苦労なこっちゃ。どうぞ。